なんかめっちゃ空間空いてる、コメントとコメントの間に。こんにちは。なんこれ、なんかすごい、なんか知らぬ間に進化してってるね、ショールーム。ね、なんかメダルみたいなのついてるよ。ランクかな。テロップ入れた。私のルームでのレベルランキングってことか。よし、ということで今日はちょっとゆったりできる時間があったので、久しぶりに公演を一緒に見ようかなっていう感じです。まあ4月中旬とかになっちゃうと、もうキスバイエイトの稽古とかも始まっちゃってゆっくりできないので、今のうちにしとこうかなっていう。で、卵スープを飲んでます。ツイッターごちそうさまです。いいえ、結構エッチだと思うので、ぜひツイッター見てください。自分なり、自分的には結構エッチな写真かなって思った。逆にちょっと一緒に見れるよって方どれくらいいます？今から公園見れるよって人、みんないないかな、昼だし。うん、見れる？本当？じゃあ準備できたら教えてください。もうしていいか、いい、していいかってしていいかい、まだ早い。ちょっと私書き物、交通費も書いてないこと忘れてて、書かなきゃいけないから、ちょっと待って。じゃあ押します。多分影慣れとかオーバーチャーとか、影慣れなかった、聞こえないよね。始まった。私マジ公演久しぶりに見るし、そもそも自分がアイドルしてる期間ちょっと短かった、少なかったから最近あの公演とか出れてなかったから、ちょっと楽しみ。音ちっちゃいと、でもね、テレビってエアポッドつなげられないの？つなげられるわけないか。
歌とか表情とかどうなってるかなっていう。でもこの時楽屋がうるさかった時かめっちゃ。仲良しメンバーしかいない。あ、でも太ってる私。でも今もやばいけど痩せよう本当に。でも歌いながら可愛く表情作るの本当に難しいなって思った。みんな可愛いな。ヒダヤ化粧うまい。うん、カラコン入れてるこの日。カラコン入れない方が良さそう。カラコンによるけど。みんなはしずくで何の曲が一番好きですか？やっぱキラキラが映えるね。公園はクレッシェンド、ビーバーね、いいね、わかる。
2曲しかない。しずくもはや何年やってる？ 3,4 年やってる？私小顔にしたい。何したらいいんだろう。今年の11月だよね。もう結構やってるね。やってないことがあったのを思い出しました。ディスコールめっちゃ好きなんだけど、サイク、私肌やっぱ矯正したい。矯正じゃないわ整形したい。ビバです、ビバ。でも痩せるが一番の整形って言うよね。痩せよう。ミッサーマジで歌うまいよな。本当に歌うまい。二人声の練習もしないと。歌えるかな。ちょっと鉄何人いんの。1,2,3 言うて3じゃない？高くないよ、鉄率。
ません。53。取れましたか？私言い訳メイビーさ、本来の自分のポジションであればセンターだからさ、本来の自分のポジションをやりたい。そう、なんか私ポジション2つやってて、雫公園の本来だとこっちだからやりたい。私は10年桜とメイビーが一番シングルで好きかも。なんか10年桜はやったの、自分が合宿で選抜入ったし元から好きだったっていうのがでかいけど、なんかメイビーってめちゃくちゃいい恋愛ソングだなって思う。昔の AKBやっぱ足短くない？私さ短いわ。座高ってさ頭までのことよね。ここじゃないよね。ここだよね。ここからお尻のとこだよね。なんかめっちゃ足短く見える。このスカートの位置の問題？ここ大好き。Dメロ。ななちゃんってめっちゃ声聞こえるよね。声通る。スカートのウエストの位置が悪いのかな。短いもっと確かなもの。ダンスも可愛いわ。
ねえ、ツイッターとかのフォロワーってどうやったら増えるかな。私結構毎日投稿頑張ってるんだけど、あんま増えない。でもリプ返ってあんましちゃいけないって感じなんだよね。2.6 万だけどさ、でも他の子に比べたら少ない方じゃん。ちょっと MC 飛ばしていいですか。26分30秒まで飛ばします。寒いのかな。普通に夜だったらアウター着てた方がいいかな。いや、もっと増やしたいよ。しました。いや、私の歌ひどないそんなことない。ひどく聞こえるだけ。飾りやばい、凹凸やだ。あやねちゃんマジで歌うまくなってる。雪が降ってもいつまでもこうしてたい。ジェリーオレンジにマスカット。めっちゃ真剣に見ちゃう、久しぶりだから。でもこうやって見ると自分ってアイドルしてるんだなって思う。
ちゃんがなんかちっちゃくてかわいい。マリアもやりたい。シリコどうも。似合うわ、セリカのマリアの衣装めっちゃ似合う。寒い、靴下履いてないからかな。私さ、一番最初と一番最後のユニット曲だから結構時間があるの、ここだから、その楽屋で DMM の映像を見てるんだけど、すごく勉強になるなって思いながら見てる。ちょっと靴下持ってくる。細っ、みっさ。寒くない？今日そんな寒くない？何も変わってない。
インナーが届いたんですけど、インナーっていうかトレーナーとか T シャツとかに着るいうインナーが届いたんですよ。かわいい。暖房つけようかな、寒い。かわいい。なんかミッサーのここにピンついてるんだけど、あのメロンパン1個残ってるんだよね、食べないと。ね、16度にしては寒い。でもさ、コートリーって家の中の寒い時結構あるやん。なんかミッサーってすごいなって私いつも思うんだよね。なんか、みんなが思ってるよりミッサーが思ってる、私ミッサーのことめっちゃ好きなんだよね。好きなんだよね、めっちゃ好きなの。ダンスも好きだし、なんかめっちゃ好きなんだよね。絶対なんか自分に自信あるはずなのに、ちょっと自分に自信ない感じで踊ってるところがなんか好きだけど、うまいのよ結局全部。すごいよ、私にないもの持ってる。うわ、いいねこの3人。ひなこ、七瀬、あやかってめちゃくちゃいいメンツ。いつもふざけてる。待って、ジュンクレやりたい。するように女を開く。ゆめりやって、いや劇場でできるよきっと。私やりたいな、普通のポジションやりたい。でも起こすの大変そう。もうポジション、新ポジ、これ私元々のポジションだから大丈夫。でも確かにね、ユニットシャッフルとかしたらいいのにね。もう覚えてないわ。でも逆だね。バズるね、
し合えたら。むずいね、ここなんて。3人で歌うのはこの中で普通にピナちゃんうまいと思うよ。やっぱアクターズやってただけ、誰目線って感じだけど、普通にいつも歌うまいなって感じる。ひなこって絶対モテると思わない？うん、モテると思うよ。前髪伸ばしちゃってね。私前髪あるピナちゃんが好きだけど、でも大人っぽいのも似合ってる。いや、ピナちゃんは甘いから絶対前髪あった方がいいと思うの、私的にね。ほら、歌うまい。そうだよ、ピナちゃんもともとアクターズだよ。強制もしたいんだけど、でもさ、それ痛いのはもう仕方ないことだから強制したい。うまシェリカうま。あと「君は僕の風」の嬉しいところはあやとりが親身なところです。お、すごい切り抜き動画で知ってきましたって2人目だ、昨日に含めて。嬉しい、ありがとうございます。何の切り抜き？下ネタの切り抜きかな。ドキドキするんだ。私なんで冬太るか分かった。露出あんまりしないから、気にしないからだ。だから太るんだ。隠れてるからいっかっていう。いい歌、君は僕の風大好き。私も君は僕の風だ。
MC 飛ばします、ごめんね。飛ばしすぎた。50分30秒まで飛ばしてください。大丈夫、私こんな今日ゆるで公演見てるけど、でも本当にただ自分が見たかっただけだから。押します。なんか勉強になるのさ、自分ってこう見えてるんだっていう単純に思うこと。寒い。え、こう思うと雫公園って結構さ、なんか天気とか自然の歌歌詞多いよね。こう思わなくても多かったりした？え、そうだよね。なんか今思えば、今思わなくても、歌うまくなりたいな。ちゃんと練習しよう。溶けてしまえばいい。なんか昨日かな、そのスカイピースさんとコムドットさんがなんかその TikTok メドレーをやってたんですよ、 YouTube で。でなんかそれのなんかレコーディングをしてる YouTube を見てて、でなんかそのテオくんがめちゃくちゃ歌上手なんだけど、なんかそのレコーディングしてる時になんか高い音が歌いにくいみたいないう風にあって、なんかテオくんが前に歌うんじゃなくて高い音を後ろでなんか出すようにするといいよってなって、私その時言ってたから歌ってみたのよ、その YouTube 見ながら。そしたら後ろにしたらめっちゃ歌いやすくて、なんかなるほどねってそう言われ日々言われてたんだけど、なんかいざ実践っていうかやってみると、あ、こんな違うんだと思って。
アンチってさ、 A メロ B メロって結構アップテンポな感じだけどさ、サビからちょっとかっこよくなるのいいよね。やっぱダンスはごまかせても歌はごまかせないなっていつも思ってやってる。ダンスしながら歌うのは大変。そりゃそうだよね。眉毛がこうちょっとセンター分けにするわ。じゃあ行ってらっしゃい。でも私アクシデント中も好きよ結構。ちょっとセクシーっぽいから私は表現しやすいかも。下の目がまだ乾かないうちに。なんかセクシーっていうかあんま元気な曲とかはなんか得意ではないかもしれない。
踊りやすい、なんか滑らかなダンスの方が私的に踊りやすいなって感じ、好きかもっていう感じが。可愛い系似合わないよ。逆に今日はちょっと内向きにしてみようかな、普段しない。キャンディーもさ、でもなんか可愛い系だけどさ、ちょっと大人っぽくて滑らかな動きじゃん。だからなんか私はやりやすかったな、可愛い系かもしれないけど。MC 飛ばします。1時間12分40秒まで飛ばしてください。あ、やっぱ内向きにしなきゃよかった、こうやっていつも思う、内向きにしなきゃよかったって。飛ばしてくれた？じゃあ押します。ヘアメイクさんにコツを聞きましょう。何の？私メイクさんに髪巻くの上手だねって言われるからね。内巻きにコツとかない、内巻きがただ似合わないだけ、私がこの中の内巻き絶対やめた方がいいわ。もう3時なんだ。
ただ内巻き似合わない。髪伸びたい、早く伸びてほしい、早く。毎日言ってる、ここ最近髪伸びないかなって。しのぶさんかなんて言われてるの。いや、わからない。服部ちゃん、なんで。あなたも好き、めっちゃ。どんくらい伸びたの、ハッピー。こんくらい。まあもうちょっと時間経ったら外巻きに戻そうっと。つむきに合わなかったわ。つむきにすると顔大きく見えるんだ。それかポニーテールにするからな、今日。似てるしよっと。出しまーす、アンコール。1時間22秒。押します。審査員なの？
私の声ってさあんまり聞こえない？もしやだけど。ちゃんのスタイルやけど何もないので、ナシのスタイル絶対いいよ私より。聞こえる？あ、公園の方ね、今じゃなくて。この曲は死ぬまで忘れないんだろうな。なんか深いよね。しかも待って、AKB で一番になったことがある曲だからね。深すぎん？うわ、びっくりした。ねえ、早く普通の状況に戻らないかなって思う。
何したらレベルが上がるの？ファンレベルって。3つの条件、視聴時間、コメント数、課金。なるほどね。この曲里見の卒業公演でもやったんだけどさ、虹の列車マジでいい曲だなと思って、化粧水つけよう。ファンレベル10以上の人、ゆうなちゃんがニックネームつける。どうやって？私がつけちゃってるよ、ニックネーム。なんかよくわかんないけどいっぱいついてるんだね。毎月リセット？嘘、そんなことある？すごいね。もうそれでファンの人も頑張ろうってなるかな。なんか粉だけつけちゃった、なんでだろう。アイシャドウ続けよっと。どうじゃったなんか知らんけど、二人公演緊張するな。行くよ、当たったら行くよって人どれくらいいますか？
終わっちゃった知らぬ間に。化粧するつもりなかった。終わりました。はーい、当たっていかない人、いや違う違う違う、まだ当たってもないから行くよって人じゃないじゃん。当たってからしか行かないでしょ、みんな。当たるかな、みんな。当たるでしょ。めっちゃ晴れてきたな、急に。私たちが昼だっけ、夜がミスターたちだっけ。うわ、今日その夢見たわ。なんかユニットどっちにするか決めてなくて、なんか本番を迎えたいユニットってかソロをどっちにするか決めてなくて、なんかそのまま出た夢を見た。怖いよね。まあ初心に戻って私はきっと虫笑かな。虫笑と君は僕だでいいかしら。私はどっちもできるんだけど、でもまゆりちゃん悪気やりたいと思う。歌覚えてないな。ね、ニューシングルさ、元カレでさ、NG ワードってよくないよね。明るいけどな。でも漢字にするのめんどくない？
まだ暇だからショールームしてていい？暇だからってちょっと書き物書くわ。書き物書きつつショールームするわ。テーブルは汚い。書き物書きつつ今から配信するわ。だからだからだから、何何だからだからだから、あ最悪。ツイッターのフォロワーどうやって増やそう。水着であんま増えないの、実際のところ。あとやっぱみんなからのリプが多いと嬉しいよね。少ないとちょっと悲しくなる。よし、今日3人減ってる。嘘、ショック。増えないのよね、ほんと。なかなか
2月9日に52人増えてるな。なんか投稿したんじゃない？趣味ね。やっぱ私服とかなかなか載せないからさ、レッスンとかあると。急になんか火が出てきたんですけど、あったかそう。暖かくなってきた、暑い。てか実家にさ冬服を送りたいんだけど、もう寒くならないかな。
まだ冷えるんだ。でもやっと暖かくなってきたかな。そんなことない？メロンパン食べようかな。私ってさ、ショールームのなんかさ、概要欄にさ、ツイッターとか書いてる？書いてないよね。どうやってやるんだろう。ちょっとメロンパン食べる。貼ってあるんだ、リンク。じゃあ誰かが貼ってくれたってこと？うん、今の鳥かわいい。インスタは結構ね、増えやすいんだよね。うん、48タイムズの載せたいけどさ、なんかなんかプレミアムアルバムさ出てないじゃん。からなんかネタバレになっちゃうからあんま載せられないんだよね。載せたいのに。なんか携帯で撮ったたどりとかしか載せられなくて。うん、インスタ結構、うん、インスタのフォロワーも3万だからね。減ってはいるけど増える時で79人とか増えてるから。でも1日30人くらいフォローしてくれるインスタは。うんか、みんなよりフォロワー少ないなっていう単純な悩み。でも昔ほどインスタを人はやってないんだろうなっていう感じはする。
今はインスタの世の中なんだろうなって。だからもうインスタめちゃくちゃ増えてくれれば嬉しいかなって感じではあるけど、ターゲット層ね、やっぱ若い人が多いのかね、インスタとかは。でも私の友達とかもツイッターとかやってないって言うもんね、みんな。一回ツイッターのリンクをストーリーに貼ってみるね。でもなんだろうね、インスタだから、なんだろう、 AKB ファンっていうよりか普通の人が多分インスタめちゃくちゃフォローしてくれてるんだと思う。から最近気になってフォローしましたって人とか結構多いから、そういうことなんかね。間違えた、9を丸って書いちゃった。美容室行きたいな。
テロップ消さないと。私当分髪も伸ばしたら切らない気がする。こんくらいの長さでずっとキープしそう。多分急に暑くなったら私逆に伸ばしたくなっちゃう。この辺暑いもん、首元にいると。超ロングではないけど、そうだね。ねえ、もう4時になるよ。間違えた、まいっか。いいよいいよって。なんかさ、先月まではさ、ずっと愛媛月1くらいで行ってたからさ、なんか準備しなきゃとかあったけど、もう行かないんだなっていうちょっと寂しさが最近あるよ。
対もう準備まだ早すぎるか。あーそろそろ愛媛行かないと、準備しないと、パッキングしないとっていう日があったじゃん、月に1回。それがないって思うとちょっとね寂しいけど。えでも普通にみんなの鉄見たいからプライベートで行こうかなって思ったりしてるけど、でも全鉄集合ライブも楽しみですね。あと2ヶ月後か。でもちょっとまだ先だけど、
2人公演も見れる時間あるかな、なさそうかな。みんなとなんか映画とか見たりしたいなって思ったけど、寒い寒い、暖房消したら寒いわ。やっぱあー、何何、本当に何、本当に何、急に何。え、なんだろう、なんか言ったけど全然聞き取れない。なんて言ってるか。なんでって待って、聞き取れない。ちょっとで終わりそう。褒めて。褒めてって。うん、合ってるわ。うん、交通控えてる。ああ、疲れたもん。でもあと1個で終わり。
間違えた。よし、あ、まだ計算してなかった。終了。愛媛行ってるから意外とねこの量が少なかった。うん、書いて画像で提出して普通に紙を提出する。じゃあもう少しでレッスンなのでそろそろ終わります。ありがとう皆さん、こんなゆっくり配信したのに見てくれて。2時間くらいやってたね。また夜もし時間あったらちょっとだけします。ランキング見ます。13位タックさん、12位ペロペロチーノさん、11位ダイヤくん、10位ノリーさん、9位新血アットマークナトリドンさん、8位マゼランダヨさん、7位ゴーンさん、6位ヤスさんさん、5位ユキタンアットマークナちゃん大好きナトリドンさん、
4位 DK トンカラットマークタイのナトリドンさん、3位ゆうきさん、2位レディオスジンオシさん、1位服部ゆうな牧場長さんです。ありがとうございました。はい、ということでレッスン頑張ってきます。またねー、バイバーイ。